3月の中旬ぐらいから中傷メールっていうやつなんですかねが届くようになって、まあ僕の悪口ですよね。僕ミュージシャンやってるんですけど、僕の歌なんて聴きたくないわとか、まあ下手くそやなとか、そういうのから始まって、まあ最近になるとこう消えろとか、まあ、そういった言葉が届くようになりました。まあ、心当たりはないんですけど、やっぱりミュージシャンやってるし、まあ、作品をこう SNS とかで上げたりするんですけども、そういったのを見てあんまりよく思わない人とかもいるのかなっていう感じです。まあ初めは1日に1回2回ぐらいの頻度やったんですけど、まあ、それが1日に10回20回っていう感じになって、で今はもう多い時で100件ぐらい来たりとかします。そうですね、まあ見たくはないんですけど、やっぱり目にしてしまうもんなんで、はい、ちょっとどうしたらいいのかなっていう感じです。先週話させてもらったように、やっぱり中傷メールがやっぱり続いてきてて、でも自分ではどうしていいのかわからないんですけど、最近来てたのやったらものすごい細かいところまでこう嫌がらせしてくるっていうか、ね、まあ容姿に関するところとかもありますし、なんていうかこう発言とかに対してもものすごいメールで言うてくるようになりましたし、正直しんどいですね。なんでここまで追い詰められなあかんのかなっていうのはやっぱりありますし、なんか自分に悪いところがあったんかなっていうふうに思うようになってきました。中傷愛も変わらず非道無情バリゾーゴンゴン SNS 決戦デッセーベッセー会行けとか消えちまえとかヘルの要素モデルの要素妄想暴走ざっくり切磋衝動どうしよう止まらない通知オンリロリロリロリンはスルーしよう謝るのも一つの手黙り込むのは奥の手塞ぎ込んだら僕のせい悪の言葉がところてんてかどうすれなくなる楽になる私熱中なら愛別中だわ君は誰を信じたいそれは全て君次第ストレスの吐き口うろたえる血流すのは涙だけ Uzi 君は誰を信じたいそれは全て君次第
ファンなんておらん。炎上させてでも話題になるようなことして有名にならんことには作品見てもらえへん。有名になりさえすれば有名にまで見た光景が、フォロワーの人数がバーゲン中、うっかり炎上でバーニン中、アンチコメは打つぜけど一切整理は違いねえ、ありがてえ一切合切決済でさえ一切喝采より財がハイ、正しいことで稼げないのが腹立たしいのと情けないのだ、恨むならこの社会経済、己の甘えは関係ない、不謹慎だと言ってる奴らも大なり小なりやってることだろ、成人君子孔子漢字でなければみんなこんな感じ。誰を信じたい、それは全て君次第、ストレスの吐け口うろたえる血流すのは涙だけ。して欲しかったやろ。何言ってるんですか。スクープ取りたかったんじゃん。なんで僕が手首切ると思ったの。僕自殺するとしか書いてなかったと思うんやけど。確かにあいつから来たメールには手首切って死ねって書いてあったけどな。それともう一個あってさ、なんであいつは僕が金髪にしたん知ってんのかな。髪の毛の色を変えましたってのは書いたな。それにこの金髪にしてから写真も上げてないし、このこと知ってんのあんただけやと思うんやけど。何が言いたいんですか。僕に嫌がらせのメールを送って自殺させて、その現場をカメラで撮影して自分の番組で流そうと思ったんちゃう。そうですよ。でも証拠がないじゃないですか。誰があなたみたいなアマチュアミュージシャンとかを信じるんですか。失礼します。おい、けなしけなされて、愛し愛されて、流し流されて、笑い笑われて、怒り怒られて、どうせ死んでゆくならば生きてゆく、生きた証を残してやる。
全部取っててんけどな。